維新の会、馬場代表の衝撃交代論、藤田幹事長の時代が来るか。日本維新の会の馬場伸幸代表が、支持率低下と内部批判の中で、交代論に直面しています。大阪、関西万博の問題や、自民党との政治資金規正法改正案の合意により、維新の会の支持率は急落しています。馬場代表のリーダーシップが疑問視され、党内で新しいリーダーを求める声が高まっています。例えば、馬場代表は立憲民主党への攻撃を繰り返してきましたが、これが逆効果となり、支持者からの反発を招いています。さらに、4月の衆院補選での全敗が続き、馬場代表の戦略が失敗していることが明らかになりました。党内では、馬場さんの立憲批判を止めてほしいという声が上がり、藤田文部幹事長への期待が高まっています。また、政治資金規正法改正案に関する自民党との交渉で、維新の会は自民党にうまく丸め込まれ、支持者からの信頼を失いました。この結果、党内では、馬場代表では次の衆院選を勝ち抜けないとの声が強まっています。藤田幹事長は、党内での若返りと新しいリーダーシップを期待され、藤田代表待望論が浮上しています。馬場代表のリーダーシップに対する疑問が高まる中、藤田幹事長を中心とした新たなリーダーシップへの期待が高まっています。この交代論について、あなたはどう思いますか？